デンバー馬車鉄道1895年のデンバーケーブルカー1910年のデンバー市街。デンバー軌道はアメリカ合衆国コロラド州デンバー市街で1974年までバス運行を行っていた交通事業者。当初馬車鉄道事業を行っていたためにこの名称が付けられた。デンバー軌道が設立されたのは1899年で当初は デンバー市街軌道を名乗っていた。この会社は、デンバー市街鉄道とデンバーエレクトリックケーブルが合併して成立したもので、デンバー市街鉄道の方は1871年に開業した最初の馬車鉄道を引き継いだ会社である。デンバーエレクトリックケーブルは、ケーブルカーの運行を行っていた。1890年に、スプレーグの集電式の路面電車を導入し、 1900年には電車化が完了した。この時期に郊外のいくつかのインターアーバン路線も自社の参加に置いている。路面電車の前世紀には2 5 0トルの路線で250両の車両が運行されていたが、1950年の運行廃止時には64両まで減少していた。1940年に始められたトロリーバスの 運行も1950年に廃止されている。軌道は廃止されたものの、1974年、公共企業体のリージョナルトランスポーテーション、ディストリクトに営業権や車両が譲渡されるまで、軌道の名を冠した社名のもとで、バス運行が続けられた。この会社は、アメリカの路面電車事業者では滅多に用いられない、軌道という文字を社名に関していることと、 機関線 mm、を採用していたた。点で、でユニークな存在であったこの線路幅は日本やニュージーランドなどでは標準的であるもののアメリカ合衆国内では他にサンフランシスコのケーブルカーやロサンゼルスの路面電車でしか用いられなかった珍しいものである。デンバーは標準機の鉄道路線とロッキー山脈に向かうナローゲージの鉄道路線の結節点であったが それらのナローゲージ路線の機関とも異なる。アメリカの市街鉄道では、市街への貨車乗り入れを防ぐために、都市間幹線鉄道とは異なる機関を採用することが多く、その影響を受けたものと考えられるが、1067mm という機関を採用した経緯の詳細は不明である。ありがとうございます。